バロメッツの創造図バロメッツは国会沿岸、中国、モンゴル、ヨーロッパ各地の荒野に分布すると言われた伝説の植物である。この木には羊の入った実がなると考えられていた。1801年のバロメッツの創造図、スキタイの羊、ダッタン人の羊、リコポデウムとも呼ばれるこの木は本当の名をプランタタルタリカバロメッツといい。 氷炭に似ているものの、引っ張っても曲がるだけで折れない、柔軟な茎を持っているとされた。時期が来ると実をつけ、採取して割れば、中から肉と血と骨を持つ子羊が収穫できるが、この羊は生きていない。実が熟して、割れるまで放置しておくと、埋めえとなく生きた羊が顔を出し、茎と繋がったまま、木の周りの草を食べていき、近くに畑があれば、食い散らかしてしまう。 周囲の草がなくなると、やがて植えて、羊は木と共に死ぬ。ある時期のバロメッツの周りには、この死んだ羊が集中して山積みになるので、それを求めて狼や人が集まってくるのだという。この羊は、木めまで羊毛なので無駄なところがほとんどなく、その金色の羊毛は重宝された。肉はカニの味がするとされた。この伝説は、 ヨーロッパ人の誤解から生まれたものだと考えられている。バロメッツから取れる羊毛とされた繊維は木綿のことで木綿を知らなかった当時のヨーロッパ人は綿の取れる木をウールを生む木だと解釈してこの植物の伝説が生まれたとされる。イタリアの宣教師オデリコは1314年頃に東方不況の旅行を記録した書物東方機構において カスピ山脈には一頭の古筆時代の獣が生まれる、メロンがあると紹介した。ジョンマン・デビルの東方旅行記やバンサンド・ボーベによる中世の百科事典、自然の鏡にも同様の記述がある。16世紀初めのスロベニアの外交官、シギスモンド・ヘルベルスタインの見聞録、ロシア事情解説では、原産地はサマルカンドとされ、その繊維はベネチアに輸出されて、 海峡との帽子の裏の毛皮の代わりに用いられると書かれている。日本では、八代ロ方が編集した江戸後期の類書、古今洋蘭光が中国の地理書、西式を引用し、種の羊は、再開にいいず、羊のへそを持って土中に種へ、注ぐに水を持ってす。雷を聞いて、へそ系を土中に産まず、蝶ずるに及び、驚かすに水を持ってすれば、 へそすなわち立つ。すなわちよく行いて草を噛む。秋に至って喰らうべし。へそ打ちまたしありと書いた。方熊楠は、十二志向において、これは品でこうこと、俗称し、だったんの植物ことて昔欧州で珍重された、規約で、地中に羊自自然と生じおり、狼好んでこれを喰らうに、傷つけば血を出す、など言ったと記載した。 渋沢達彦は幻想博物詩に書集のエッセイにおいて好きイの羊として紹介している。ありがとうございます。